でしょうね、この D45 の、 あの低音の出方って独特ですね。これ D28 じゃ絶対出ないんですよね。そう、何なんでしょうね、何なんですかね、このバランスね、うん、このハイパフォーマンステーパーっていうこのね新しいマーチのネックシェイプがすごい良くて、ネックがこう割と薄めだから、あの何でしょうね、ボディなりのなんかあの音のなんていうの、構成音というかその成分が割と素直に出る感じはしますよね。あ、なるほど。ネックの形状でもやっぱ音は変わってくるってことですね。ネックの形状でも絶対音変わりますよ、ね、良くも悪くも変わるんで、はい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 、マーチンの新しいネックっていうのはマーチンにとってはすごいいい、うん、あの企画だったと思いますよ。余裕ね、この余裕なんですね。若い時はね、このね、会にあのコンプレックス持っていて、なんかやっぱあのお金持ちのおじさんが弾くギターと反骨精神というかね、嫌だったんですよ。あのなんか派手なだけじゃないかっていう印象があったんですけど、違うんですよね。それがやっぱこのクラスじゃないと出ない音があるってことですかね。あの音を求めていくとやっぱりあのより多い情報量というか、大は小を兼ねるっていうのはこの場合は正しいのかな。